間の限界を迎えた海上保安庁、ついに韓国にブチギレです。海上保安庁の対応が相当効いているようです。日本の巡視船が竹島周辺を頻繁に航行していることに韓国人が怒り狂っていました。その頻度はなんと4日に1回のペース。韓国ネットでは、領海侵犯だ、どうして撃沈しなかった、といったコメントが相次いでいました。竹島は歴史的にも国際法上も明らかに日本固有の領土です。韓国人が巡視船の航行に文句をつける根拠は全くありません。今回はそんなことも知らずに海保の対応に激怒する韓国人の反応について詳しく見ていきましょう。2023年4月20日、韓国メディアは一斉に日本の巡視船ドクトに再三侵入という記事を報じました。この日、韓国国会における質疑応答で海洋警察庁から竹島に関する資料が公開されたからです。その資料とは、日本の巡視船が出没した回数。資料によると、3月中旬に開催された日韓首脳会談後、巡視船の航行が急増したそうです。巡視船は、3から6日に1回のペースで竹島周辺を航行し、会談後の1ヶ月間では8回も確認されたとのこと。これを、韓国メディアは、日本の巡視船、1ヶ月で8回ドクト沖に出現と報じています。いや、海上保安庁、めちゃくちゃ頑張ってるじゃないですか。韓国人は怒っていますが、とっても嬉しいニュースですよね。ただし、この対応は、何も最近始まったことではありません。同じく公開された資料によると、巡視船の年度別航行回数は次のようになります。このように、海上保安庁は、何年も前から、4日に1回ペース、1ヶ月に6回から、7回ペースで竹島周辺を航行しているんです。こういった航行の目的は、主に、日本漁船の保護と、韓国による無許可調査の監視。竹島周辺の海域は、日韓漁業協定における暫定水域として、自国の法律を、相手国の漁船に適用しないエリアになっています。つまり、この海域では、海上保安庁は、日本の漁船だけを取り締まって、韓国の漁船は取り締まれないんです。逆に、韓国の沿岸警備隊である海洋警察も、日本漁船に対しては何もできません。この仕組みのせいで、韓国の漁船が、漁場を好き放題に荒らすという問題が起きているんですが、実は、それ以上に、重大な問題があります。それは、この協定を韓国政府が守ろうとすらしないことです。2018年11月、日本の漁船が、韓国の警備艦から、操業を中止して、この海域から退去せよと無線で命令される事件が起きました。韓国は、漁業協定で定められた相手国の漁船を取り締まらないというルールをあっさり破ったんです。しかも、海上保安庁の発表によると、命令と同時に、警備艦は漁船へと急接近していたとのこと。幸いなことに、現場にいた巡視船が警備艦との間に割り込んだため、それ以上のトラブルにはなりませんでした。しかし、もし巡視船がおらず漁船が接舷されていたら、実力行使を受けていた可能性もあります。最悪、協定破り上等の警備艦によって乗員ごと拿捕されていたかもしれません。こういった韓国によるルール無視の横暴を防ぐために、巡視船は竹島周辺を航行しているんです。ちなみに、海上保安庁が公表している資料では、我が国周辺海域における重大な事案として、竹島関連では、日本漁船の被打砲、韓国法執行船警備艦との対峙、外国船による海洋調査など、とバッチリ書かれています。要するに、韓国の海洋警察は、やりたい放題する要注意団体として、海上保安庁も警戒しているってことですね。また、重大事案として、外国船による海洋調査と書かれているように、無許可調査を試みる韓国の調査船を阻止するのも海保の任務です。竹島周辺における海洋調査は、日本の許可なしには行えません。実際、
韓国メディアは、自国の海洋調査が巡視船に妨害されたと報じています。こちらについても資料が公開されているのですが、それによると海洋調査を行うと、2回に1回のペースで、妨害や監視があったそうです。年度別の件数は次のようになります。この期間中、韓国は148回の海洋調査を行っています。ぴったり2回に1回のペースで巡視船による妨害や監視があったということですね。いや、本当に海上保安官の皆さんには頭が下がりますよね。ただし、この妨害というのはあくまで韓国の主張です。海上保安庁は国際法に基づいた対応しか取っていません。日本巡視船が無許可調査を行う韓国船を追い払ったのは事実ですが、妨害と言えるものではないんです。2007年の海上保安レポート、海上保安白書には、現場のやり取りが記されています。その一部を要約したので、見ていきましょう。2006年7月5日早朝、巡視船、台船には、2つの任務が与えられていた。一つは、竹島周辺海域における哨戒。もう一つは、韓国の海洋調査船、ヘヤン2000、ヘヤン海洋による無許可調査に備えた警戒だ。降り続ける小雨で視界は悪い。そこにレーダー監視を行っていた乗組員から報告が入る。330度方向、レーダー映像あり。たちまち、船橋には緊張感が走った。近づくにつれて小雨の中に船影が浮かび上がる。船首に描かれた特徴的なマークはまさしく H 号のものだった。 H 号はそのまま我が国の EEZ に侵入する。我々は無線による侵入目的の問い合わせを行った。ところがその返答は、海洋調査を実施するので妨害しないでほしいというものだった。返答とともに韓国海洋警察の警備艦5001号も H 号を守るように割り込んでくる。中止要求。すぐさま船長の指示が下る。台船の無線と船外マイク、電光掲示板が一斉に稼働した。我が国 EEZ 内では我が国の同意のない海洋調査は認められない。直ちに調査を中止せよ。動静を監視しつつ中止要求を繰り返す。すると H 号はしばらくして我が国 EEZ から去った。レーダーから H 号の消失を確認した後、我々は再び哨戒任務を続けた。これが韓国の言う妨害です。日本は国際法を守りすぎなくらい厳格に守っています。だから、巡視船で体当たりしたり、放水銃を浴びせたりといったこともしていないんです。確かに、巡視船は、韓国の無許可調査を取り締まっていて、調査船も追い払っています。しかし、それはあくまで、やって当然の合法的な活動です。海上保安庁に、妨害されたと韓国が怒るのは逆ギレでしかないんです。ちなみに、韓国メディアは、日本の妨害事例として、進路妨害を報じています。記事によると、1996年、韓国のヘヤン2000に、日本の巡視船が、800メートルの距離まで接近し、進路を妨害したそうです。記事は、同時に、関係者による、危険を感じるほどだったという発言も報じています。巡視船が接近しただけで、妨害だ。危険だ。と、逆ギレしてくるのは、本当に韓国らしいですよね。実際、巡視船による竹島周辺の航行と妨害活動、韓国目線が報じられると、大勢の韓国人が怒りのコメントを寄せました。その反応の一部をご紹介します。日本による領海侵犯だ。韓国の主権が侵害されているのに、政府は何をやっているんだ。そもそも、どうして撃沈しなかった。ドクトに、軍隊ではなく海洋警察が駐留している理由は、戦地ではなく我々の領土だと明白にするためだ。同じ理由で、日本の巡視船派遣は、独島、自国の領土だと主張するのが目的なんだ。我が国が、我が国の領土を調査しているだけなのに、なんで日本が中止しろと要求してくるんだ。
う根拠があるんだ。以上、韓国の反応です。割合としては、一番最初のコメントのように、政府は何やっているんだ、撃沈しろ、というものが大多数でした。本当に何にも理解していないコメントばかりですね。ちなみに、最後のコメントでも言及されていましたが、実は、日本には、韓国に調査中止を求めるちゃんとした理由があります。まず、そもそも、竹島は韓国の領土ではありません。これだけでも、調査中止を求める十分な理由ですが、韓国人も納得する理由もあります。それは、竹島周辺の EEZ がまだ決まっていないことです。この、境界が決まっていない問題は、日本も韓国も認めていて、両国間の交渉が続いています。国際法上、境界を決めるには、双方の同意が絶対に必要です。そのせいで、韓国も、竹島は我が国のものだ。とは言うものの、じゃあ、竹島周辺は韓国の EEZ なんですか?と聞かれたら、それはまだ決まっていないと答えるしかない状態にあるんです。これが、韓国の調査に対して、日本が中止要求をする根拠になります。国連海洋法条約に基づくと、無条件で海洋調査が行えるのは、公海と自国の EEZ だけ。他国の EEZ で調査を行うには、事前通告と同意が必要になります。つまり、日本の同意が必要なんです。韓国はそれを怠っているので、巡視船が、韓国の調査船を妨害、韓国目線するのは当然なんですね。ちなみに、この問題に対して、日本は、以前から、EEZ が決まるまで、互いに竹島を調査するのはやめようよ、と呼びかけていました。この状態で、日本や韓国が海洋調査を行おうとすると、互いに事前通告はどうした?うちは同意してないぞ。って非難し合う状況になって、対立がさらに激化してしまうからです。そういう不毛な争いを避けるための自粛要請でした。ある意味では、韓国に向けた配慮です。日本だってやろうと思えば、竹島の海洋調査なんていくらでもできますからね。と言っても、この配慮は、韓国に全く通じませんでした。先ほどご紹介したように、韓国は、竹島の海洋調査を、日本に無許可で行い続けています。親日派と呼ばれるユン政権に変わった後も同様で、2022年7月下旬には、1週間に、3隻もの調査船が領海に侵入し、調査を行うという事件もありました。日本の配慮は、全く意味がないものなんです。しかも、このような状態にもかかわらず、岸田首相は、韓国との関係改善を進めています。先日開催された G7 広島サミットでも、ユン大統領を招いて、花を持たせていましたよね。サミット3日目の5月21日には、日韓首脳会談も開催されました。それだけじゃありません。岸田首相は、2018年末に起きた海事哨戒機に対するレーダー照射事件でも、特大の譲歩を行おうとしています。なんと、あの事件を、うやむやのまま放置しようとしているんです。この事件は、能登半島沖の日本近海で、海上自衛隊の P-1 哨戒機が、通常任務として警戒活動を行っていたところ、韓国の駆逐艦、黄海道王から、ガキ管制レーダーの照射を受けたというもの。ガキ管制レーダーは、周囲の警戒に使う普通のレーダーと異なり、武器、火器を使う際にしか使用されません。敵を、ミサイルや砲弾で攻撃する際、目標の正確な位置を捕捉し続けるのに使われるのが火器管制レーダーです。そのため、このレーダーが照射されている状態というのは、いつ攻撃を受けてもおかしくない非常に危険な状態と言えます。自分の位置が、敵に完全にバレている状態なわけですからね。そのため、このレーダー照射事件は、交戦一歩手前の危険な挑発行動だったんです。ところが、日経新聞の報道によると、岸田政権内部では、譲歩する側の国内世論が過熱するのを避けるため、この事件を不問にする案が浮上しているとのこと。要するに、岸田首相は、韓国政府に謝らせたら、韓国人が激怒しちゃうから、曖昧なまま終わらせようって考えているんです。レーダー照射事件の責任は、100% 韓国にあります。日本の哨戒機がレーダー照射を受けたのは明確な事実です。
一方、韓国が主張するように、哨戒機が駆逐艦に対して危険な低空飛行を行った事実はありません。アメリカ国防総省で日本部長を務めていた元 P-3C 哨戒機パイロットのポール・ジアラ氏は、こう述べています。防衛省が公表した動画を見たが、海上自衛隊が挑発的だったり危険な行動をしたようには見えない。私の見る限り、韓国駆逐艦は確かに火器管制レーダーを照射したように思う。あの事件は誰が見ても韓国が 100% 悪いものなんです。ところが岸田首相はそれをわざわざお互い悪かったねとか、あれはなかったことにしようという形で決着をつけようとしています。はっきり言ってどうかしているとしか思えません。ユン政権は韓国国内から親日政権と罵倒されていますが、その本質は容日です。竹島への領海侵犯からもわかるように、日本への配慮など一切ありません。レーダー照射事件についても、首脳会談直後の2023年3月下旬に国防長官が照射の事実はなかったと国会で答弁しました。その一方で、ユン政権は日本にすり寄り、岸田首相も韓国に甘い顔を見せています。これでは海上保安庁の頑張りが報われません。海上保安官たちは日夜韓国の横暴から日本漁船を守るために戦い続けています。岸田首相はそのことをもっと重く受け止めなければなりません。いかがでしたか？今回は海上保安庁の竹島航行に韓国が激怒しているという話題をご紹介しました。巡視船が竹島周辺を航行する目的は主に、日本漁船が韓国海洋警察に拿捕されないよう守ること、拿捕しようとする韓国の警備艦に対処すること、韓国による海洋調査を中止させることの3つです。韓国は日本の巡視船が1ヶ月に8回も竹島に現れた、海洋調査も2回に1回は妨害されたと逆ギレしています。しかし、そもそも韓国が漁業協定と国連海洋法条約を守っていれば、巡視船がわざわざ竹島まで行く必要はないんです。必要がないだけで航行する自由という意味はありますけどね。韓国の逆ギレはまさに身から出た錆と言えるでしょう。こんな国と関係改善して何か意味があるんですかね、岸田首相。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。